田中銀之助1月20日から1935年8月27日は、明治、大正、昭和の実業家。イギリスケンブリッジ大学に留学し、帰国後ラグビーを日本に伝えた。キートの相場で儲けた、天下の糸平こと、田中平八の長女と、北村菊次郎の間の長男として生まれた。父は三代目、田中平八を名乗り、糸平、不動産。 田中鉱山を起こした。当時の進学予備校であった神田淡路町の教立学校に一時在籍し、学習院尋常中等科へ入学。1887年に留学準備のため横浜のビクトリアパブリックスクールに入学。1889年にイギリス留学。リーズ校を経て、1893年にケンブリッジ大学トリニティ、ホールカレッジに入学。 1896年6月に法学士の学位を取得後に日本に帰国。田中銀行の取締役に就任。後に田中工業、東洋鉱山、日本成功所の役員にも就任。柔道二段の腕前で芸者遊びも盛んだった。1899年頃に E.B. クラークと共に慶応義塾の塾生にラグビーのルールについて伝え指導したとされる。 なお、日本ラグビーフットボール協会の初代名誉会長であった。1921年、光津国太郎から、上密牧場の経営を引き継ぐと、東京府世田が村羽ら木に分農場を設けて、東京市内に牛乳を販売した。総尊は、慶応義塾定区会修級部監督の田中市一。ありがとうございます。